こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日はメガネをかけた方の、おすすめするセルフケアをご紹介したいと思います。メガネ、最近のメガネは軽くてそうでもないのかもしれませんけども、ちょっと前のメガネだったり、どうしても目の度数ですね、あのきつい方なんかはどうしてもメガネとかレンズが重くなりがちなので、どうしてもそのメガネの重さで、肩が凝りやすかったり首が凝りやすかったり、人によっては頭がですね、頭痛が出やすいっていう、そういう方におすすめの、ケア方法をご紹介したいと思います。こちらですね、メガネをかけた方の関するケア方法として、とても大切なことは、軽く浮かすということが、大切になりますので、それでは実際に、その方法をやっていきたいと思います。簡単なんですけれども、ここですね、耳の穴の上のこの、耳のどういったですか、耳のこの上、耳介っていうところになるんですけども、その耳のところに、どこでもいいです、へこみのところに指が引っかかるようにしていただいて、あとここですね、耳の付け根の裏側、こういう形ですね、ここが、耳たぶの付け根で、こちらが、その耳の上の方ですね、耳介って言われる部分のところのへこみのところにこう軽くふわっと浮かし触れてもらって、先ほど言ったその軽く浮かす、大切な軽く浮かすっていうことを意識して、ほんのちょっとでです、この触れたまま両方軽くふっと浮かすような形にしていただいて、そのまま後ろ回しにくるくる 1,2,3,4,5,6,7,8 回、これだけで大丈夫です。これですね、通常耳たぶ回しっていう主義があるんですけども、これの代わりにこれを何ですかね、お仕事の休憩時間とかにしていただいて、こういう形でふーっとしてもらうだけでも、そのメガネの重さですね、重さのその引っ張り具合から解放されますので、いいのかなと思いますので、ぜひやってみてください。やり方としては、先ほど言ったみたいに耳たぶの付け根と、ここが、耳介っていう耳の穴の上の耳のところのへこみですね、ところに合わせてもらって、軽く浮かすようにしてもらって、くる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 。で、8回ぐらい回していただくと、回した時に首とか肩が楽だなとか、頭が楽だなっていう方になると思います。で、なぜこれが、おすすめなのかというと、どうしてもここですね、ここの部分が重いと、こう大げさに言うと耳をこう引っ張るようになるので、そうするとこう耳がこう下方向にグーッと引っ張られることによって、耳の奥にある咀嚼筋とかが、あと耳の上なんか側頭筋で、これも咀嚼筋なんです。これが引っ張られることによって緊張してしまいます。どうしても緊張してしまうと、その緊張が原因で、肩とか首とか、あと人によっては頭ですね、頭痛なんかが出やすくなってしまいます。で、この何ですかね、この耳じゃないメガネの重さでギューッとなるのをケアする方法ですよ、軽く浮かしましょうねって言った時に、多くの方がやる間違いなんですけれども、この耳をむちゃくちゃグイッと上に引っ張るのではなくて、軽く浮かすですね、これがちょっと間違いなんですけども、どうしてもみんな強くやりすぎて浮いてるぐらいっていう時点でもう引っ張っちゃってますので、こう引っ張るんじゃなくて、本当に触れて軽くふわっと浮かす、本当に触れてふわぐらいですねが大切ですので、その軽くふわっと浮かすようにしてもらって、くるくる回してもらうっていう風にしてもらうといいと思います。で、一応両方の手でこうしてもらっても構いませんし、左右差を作って緩む感覚を覚えてもらった方がより緩みやすいので、最初こちらだけしてもらって、軽くなったなっていうのを何回か繰り返して緩むっていう感覚を覚えてもらうと、より、緩みやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、このように体のケア方法だったり理論だったりっていうのを、メルマガの方で、毎日配信しておりますので、もしご興味のある方はメルマガ登録、説明欄の方にメルマガ登録フォームがございますので、そちらから登録してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。